皆様こんにちは、ヨアブ・エイラットと申します。ようこそお越しいただきました。私はアマゾンオーロラを担当しておりますプロダクトマネージャーです。アメリカのカリフォルニアに拠点を置いております。今回初来日ということで非常にワクワクしておりました。初回でこのような場に立てることを大変光栄に思っております。さて本日はディープダイブということでアマゾンオーロラデータベースを掘り下げていきたいと思います。皆さんすでに製品に関してはご存知かと思いますけれども、簡単にご紹介をさせていただきまして、その後データベースユーザーにとって重要な点について触れていきたいと思います。一つ目はパフォーマンス拡張性、そして二つ目が可用性であります。オーロラにおいてデータベースの効果要請を常に維持するために我々の取り組みをご紹介させていただきましょう。さてもうすでにご存知かと思いますけれども、オーロラはパフォーマンスアベイラビリティということで、コマーシャルデータベースの性能と可用性を提供しております。しかしオープンソースデータベース MySQL、Postgre との互換性もあります。つまりエンタープライズレベルでのデータベースを享受できる、しかしながらオープンソースとも完全なる互換性があるということになります。クラウドサービスと同様に重量課金です。あくまでも使った分だけの支払いしか発生しません。これは他の AWS サービスと同様です。それではまず一つ目の性能拡張性について触れていきます。なぜオーロラが一般の MySQL、Postgre データベースよりも速くするのか、なぜ拡張性が得られるのか見ていきましょう。まずオーロラの仕組みからです。オーロラというのはストレージエンジンが中核にあります。シェアードストレージボリュームと右側に書いてありますけれども、このストレージエンジン、ストレージというのはいろいろな作業を行っていて、他のデータベースのデータベースレイヤーで行われていることも司っているわけです。例えばページに書き込む、ストレージに書き込むというのもこのストレージボリュームがオーロラの中では司っております。6つのコピー、データのコピーを、作成してくれます。毎回、書き込んだり、あるいはインサート SQL にインサートすると6つのデータのコピーを作成してくれます。そして3つのアベイラビリティゾーンに書き込まれます、保存されます。東京に3つのアベイラビリティゾーンがあれば必ず2つずつのコピーがそちらに保存されるということになります。そして6つのストレージノードとやり取りをします。各ノードが1回データを書き込むという仕組みになっています。もう一つ重要な点として、データが10ギガバイトずつ書き込まれるということです。書き込むとストレージを自動的に拡大し、いわゆる10ギガバイトずつ増えていくわけです。ストレージもデータの増加とともに増えていくということで、これ事前にストレージのキャパシティを増やしておく必要はないわけです。いや、書き込みながら10ギガバイトずつ増えていきます。さて6つのコピーのデータがあると、データのコピーがあるということになりますと、いつこのデータが完全に書かれたと判断するのか、データは6回書き込まれる、非同期的に書き込まれるわけです。そして、並列で書き込まれます。ということで6つのノードに同じデータが送り込まれるわけなんですけれども、6つのうち4つのコーラムでデータがコミットされていきます。ですから6つのノードのうち4つがデータベースに回答を戻しますと、はい、データを書き込みましたとなると、このデータというのはデータベースにコミットされたという判断になります。読み込みは6つノードのうち3つです。で、仮に6つのストレージノードが何らかの理由でデータが受け付けなかった、どこかで紛失されてしまったというのであれば、プロトコールがあります。ゴシッププロトコールというものでありますけれども、6つのノードがやり取りをしてデータを欠けている部分を修復していくという働きをしてくれます。それでは具体的にどんな仕組みになっているのでしょうか。こちらは書き込みのコラムであります。4つのトランザクションがあります。 T1 から T4 です。そしてアプリケーションは
すべての4つのトランザクションをすべての6つのストレージノードに書き込んでいきます。仮にデータを送った後に最初のトランザクションがオレンジです、 T1、 こちらが1234のノードに書き込まれたということになりますと、 T1 がコミットされたということで、左下にありますけれどもコミットにチェックマークが入りました。そして他はまだコミットされておりません。というのはそれぞれの4つのノードに書き込みが T2 から4はされていないからです。そして時とともに書き込まれてきました。データがより多くのストレージノードに到達しております。で、3つのストレージノードが T2 でアックを返しました。 T3 は5つ、 T4 は4つということになりますと、 T2 と T4、 T3 がコミットされたということになります。そして全てのトランザクションがコミットされました。全てのトランザクションは少なくとも4つのストレージノードに書き込まれたからです。全て達成ということになります。コミットになりました。何らかの理由でクラッシュがあったとしましょう。仮にデータベースがクラッシュをした、ストレージノードがクラッシュしたということもあるかもしれません。4つに到達する前にクラッシュした場合には、そのトランザクションはコミットされていないということになりますので、アプリケーションの方でデータは書き込まれていないという通知を受けますので、アプリケーションはまた試行するということになろうかと思います。何らかの対策が行われるわけです。それでは各ノードの中身を見ていきたいと思います。6つのストレージノードがあって、データベースはすべての6つに書き込んでいると。そして各ノードにおいて、こちらはかなり長い流れになっていきますので、主要なポイントだけピックアップしていきたいと思います。まずデータベース、失礼しました、ストレージノードの方でデータをデータベースから受けて、ログレコードとして受けます。変更のログでデータベースの中で発生したものです。ログレコードを受けて、そしてメモリーに追加していきます。で、入ってくる Q、 インカミング、アップデート Q、 更新です。これがストレージノードのメモリーにあります。ストレージノード EC2 のインスタンスになっておりますので、こちらはまずデータを受けて、そしてメモリーに入ると、そしてディスクに書き込まれます。ここでホットログと書いてありますけれども、左下です。ここに書き込まれて、ディスクに書き込まれて、こちらがステップ2ということになります。データがこの段階でコミットされます。2の後にストーリーソードがアックをデータベースに返すということになります。で、このデータはコミットされました。そして安全です、このノードに入っております。で、これが4回、先ほど申し上げましたように4回行われたということになりますと、4つのノードということになりますので、コミットされるということになります。またストレージノードの他の仕組みといたしまして、第4ステップに注目いただきたいと思いますけれども、ピア間でのゴシップです。このノードは他の5つのストレージノードとやり取りをすることができるわけです。全体で6つでありますので、1つがデータを受け取っていないというのであれば、他の5つのノードに問い合わせすることができる、あるいは本来ですと起きませんけれども、完全にクラッシュした場合にはストレージノードをリストアし、他のストレージノードからデータを受けるということになります。もう1つ重要な点といたしまして、第6ステップです。これはログとページを Amazon S3 に書き込んで保存するということです。受け取ったログ、そしてデータベースのページ、これらのログをベースに作成しておりますけれども、 Amazon S3 に継続的に書き込まれていきます。もし古いバージョンを復元したい、回復したいというのであれば、 S3 から回復することができます。そしてどんなポイントインタイムにおいても遡ることが可能です。ですから第2ステップの後、データベースはすでに回答をストレージの方から得ております。そしてこのストレージノードがデータを書いて、そしてコミットしているということが判断できます。さて、どの程度のスピードで行われるんでしょうか。いくつかベンチマークを行いました。書き込み、読み込み、
に関して、オーロラに関しましては通常の MySQL Database よりも5倍ぐらい早いという結果が出ております。これというのはストレージの仕組みももちろんですし、それ以外にも最適化を行っているからです。この後ご紹介していきたいと思います。ロードのパフォーマンスを見ていくと、データをストレージからオーロラに載せる際の時間です。このロード時間、オーロラは上に表示されておりますけれども、ご覧いただけますように下の通常の MySQL のロード時間が出ております。かなり早いということが分かります。そしてポスグレにおいても同じことが言います。ポスグレに関しましてはパフォーマンスは MySQL ほどではありませんが、それでも2倍ぐらいの速さです。ポスグレというのはもうすでに早いデータベースとして知られております。ということで、改善の余地というものも限られておりますけれども、それでもやはり早いポスグレよりもかなりオーロラは早くなっております。通常のポスグレのデータベースよりもオーロラは2倍の速さということに結果が出ております。それでは次はストレージがどういうふうに機能するのかということを見ていきたいと思います。どういうふうに、リードとライトのアプリケーションにおける管理をしていくのかという話です。こちらですけれども、読み取りそれから書き込みがオーロラが出てきてからどれだけ改善してきたのかということを見せております。最初が、MySQL のエディションということで2015年に出ました。2015年に出てからどんどんと速くなっております。我々のハードウェア R3 から4、そして R5 というふうになってきておりますが、それに伴ってパフォーマンスが常に改善されております。 R5 24XL と、これが新しいインスタンスとしてこれから先に出てくる、間もなく出てくるインスタンス、これが一番右になっています。ではリードのパフォーマンスをどういうふうに上げていくのかということを見ていきましょう。オーロラの場合には一つのインスタンスが全てのオーロラクラスターに存在します。一つのオーロラデータベース、この中に必ずマスターというのがあります。マスターデータベースです。これはリードとライト両方できます。そして15個までリードのレプリカを作ることができます。これはリードのみです。読み取りのみです。このリードレプリカを作りますと、マスターは継続してデータをリードレプリカに送り続けます。そうすることで新しいページをアプリケーションが書き込んだそのアップデートをリードレプリカにも反映します。それからそのストレージです。シェアードストレージから何か読み取る必要があればそれを読み取ってきます。一つオーロラでいいのはこのレプリケーションの遅延です。リードのレプリカがどれぐらいの時間でマスターに追いつくのかということなんですが、非常に短時間です。通常の MySQL Postgre のデータベースに比べてかなり早いです。だいたい10ミリ秒未満です。このリードレプリカですが、アプリケーションにもうリードレプリカから読み取るというふうに設定することができます。15個までありますので、アプリケーションはこちらから、あるいはこちらからと、あるいはどの組み合わせからも読み取りを設定することができます。それからフェールオーバーの順番も設定できます。もしマスターが何かの形で落ちたら、リードレプリカの一つが新しいマスターになります。でその時にどのリードレプリカをまず最初にマスターにしたいのかということの順番を設定できるんです。例えば3番のリードレプリカをまず最初はマスターにする、でそこから今度は1番にするという形で順番を設定することができます。一つオーロラが通常の MySQL データベースよりも早い理由というのは、やはりストレージが共有されているからというところが大きいと思います。通常の MySQL データベース、これ左側に書いておりますけれども、例えば何かをマスターに書き込んだ、プライマリーインスタンスにこれ左上ですけれども書き込んだとします。そうすると5つのステップを通ってようやく全てのリードレプリカがアップデートされるということになります。この例でいきますと、プライマリーのインスタンス、マスターがあって、で1つのリードレプリカがあります。これ左の半分ですけれども、でプライマリーインスタンスに何かを書き込みとしますと、ステップの1、2でストレージにまず書き込みます。
プライマリーインスタンスの書き込みということになります。そしてまたそのデータを書き込むということは、いろんなタイプのデータを MySQL のデータベースに書けますということで、リドゥのログとか、それからデータそのものも書けますし、それからダブルライトバッファー、少なくとも3つは書かなきゃいけないということなんです。5つは書かなきゃいけないということです、すいません。ということで、まあ、5回の矢印が入っているわけです。ストレージ、それからバックアップのストレージもあります。ここがステップの1、2です。そして今度はプライマリのインスタンスからリードレプリカにデータを送る必要があります。それに伴ってリードレプリカはその情報をもらいます。でレプリカのインスタンスはさらにリードレプリカの情報をストレージに書き込まなきゃいけません。それが4、5ということになります。ということで5つのステップで通常の MySQL データベースはようやく両側でストレージがシンクロしたということになります。右側がオーロラです。プライマリーインスタンスがデータをストレージに書き込みに行きます。そうすると4つ、つまり6分の4まで待たなきゃいけません。つまり6つのノードのうち4つのストレージノードがアクを返してこなきゃいけません。で一旦それが行われますと、レプリカもすでに、すいません、インスタンスがデータをリードレプリカに送ります。そうするとレプリカは何かをストレージに書き込む必要はありません。ストレージはもうすでに共有されているからです。レプリカインスタンスは何も書き込まなくていいんです。すでに書き込まれた、つまりプライマリがすでに書き込んでくれているストレージを共有しているからです。それによってスループットがかなり上がります。こちらベンチマークですが、ライトに関しては、35倍トランザクションが増えたというふうになっています、 MySQL に比べてです。そして IO の数、インプットアウトプットのオペレーションも、まあ、ほぼほぼ8分の1でいいということなんです。ですから IO の数も MySQL のデータベースの時と比べてかなり少なくて済むというポイントがあります。じゃあもう一つ別の方法で同じ話をしたいと思います。 MySQL データベース、こちら左側に載っておりますが、マスタープライマリーインスタンスがこの場合できますと 70%がライト、そして 30% がリード、まあ、これ一例ですが、 MySQL レプリカは左から2つ目ですけれども、 MySQL レプリカも同じだけ、つまり7割をライト、3割をリードに使っています。というのは MySQL レプリカというのは別のストレージを使っているからです。ですのでMySQL レプリカが持っているストレージに書き込む必要があります、あるいは読み取る必要があります。でもオーロラの場合には、まあ、オーロラマスターはこの場合で1つ7割がライト、3割がリードで、オーロラレプリカにその情報を送ります。でもオーロラレプリカというのは 100% リードに費やせます。なぜかというとストレージにはすでに書き込みが行われているからです。オーロラがいいのはリードレプリカは 100% リードに特化できるということなんです。ストレージに何か書き込む必要はありません。なぜかというとすでにプライマリーがストレージには書き込んでくれているからです。だからオーロラはこんなにも早いわけです。では他にこのリードのオペレーションをスケーリングするために何ができるでしょうか。先ほど、まあ、15のリードレプリカがあるという話をしました。そしてこれは昇格可能です。ということはもしマスターがフェールしたらリードレプリカが新しいマスターになれるということです。昇格可能です。それ以外にも3つできることがあります。1つは自動的にスケーリングができるということです。オートスケーリングというのは AWS のサービス EC2 も含めてもうすでに使える、機能です。自動的にレプリカを追加できるんです。リードのボリュームが非常に大きくなった時です。たくさんのリードをしなきゃいけないといった時にはレプリカをその追加するとか、あるいはレプリカを削除するということを自動的に行ってくれます。ですので、そのリードのロードに従って自動的に追加削除を行ってくれます。それからリージョンをまたいで、そのリードレプリカを作ることができます。それからログのレプリケーション、ビンログのレプリケーションというのも
行います。ですから別のオーロラベータベースに送るとか、あるいは MySQL のデータベースからクラウド以外だったとしても、世界のどこにあったとしてもビンログを利用してレプリケーションを作ることができます。では物理的なそのロケーションをまたいだレプリカの話をしたいと思います。数ヶ月前にこの話をしたんですが、別のリージョン、AWS のリージョンにそれをまたいでリードレプリカを使うことがあります。まあ、コロンバスオハイオにプライマリーがあって、でここに AWS のリージョンがあります。アメリカのオハイオに所在しています。で見てわかりますように、このコロンバスオハイオのコロンバス、ここにマスターが入っています。それから2つのリードレプリカがあります。これもちろん一例です。すべてのライトはこのコロンバスで起きています。でじゃあどういう設定ができるかというと、データを他にも3つのリージョンにレプリケーションしたい。1つは、ワシントン DC、 それからダブリン、そしてポートランドです。皆さんのアップデートしたデータというのはログとして全ての変更が他のリージョンにも送られるということです。これに関してはいくつかメリットがあります。まず最初、ストレージが行うんです。この図でも分かるように、ストレージ、オーロラのストレージがデータをこの他のリージョンに送ってくれます。データベースのインスタンスが送るわけではありません。このグリーンのボックスとそれからブルーのボックスがやってるわけではないんです。ストレージがやってくれています。ですのでデータベースはそのまま非常に高速で運用できる。そしてストレージの方でデータを他のリージョンに送ってくれます。もう一ついいことは、このレプリケーションの遅延が非常に短いということです。これ非同期で行われています。ですので通常は、まあ、1秒未満のレプリケーション遅延となっています。他のリージョンでもう1秒しか古くないということになります。もし何か障害があった場合、コロンバスのデータベースが落ちてしまったといった場合、まあ、データベースが落ちたとしても、あるいはリージョンが落ちたとしても、これまでにちなみにリージョンが完全に落ちたことはないんですけれども、でも例えば何かそういったことが起きた場合のことを計画したいといった場合、他のリージョンの一つに新しいプライマリーリージョンになってということをお願いすればいいだけです。ですのでボタンをクリックして、ではこちらを新しいプライマリーにしますと、オーロラデータベースに関してはこれを新しいリージョンにマスターリージョンにするというふうにしますと、これも1秒未満で行うこと、1分未満で行うことができます。何か落ちた時にはコンソールに行って、その別のリージョンを新しいオーロラデータベースのプライマリにする、これを1分未満で行うことが可能です。こちらですが、どれだけこのレプリケーションが早いのかということをお見せしています。他のレプリケーションと比べてです。左側ですが、これは通常のレプリケーション、 MySQL のデータベースでの、これ Bin ログをベースにしておりますけれども、遅延、これが青いラインですが非常に高くなっています。そしてクエリの数というのも非常に低いんです。右側がオーロラです。物理的なレプリケーションを使っています。ということはストレージが、まあ、向こう側のストレージにデータを送っているわけで、遅延は非常に短い。そしてまた1秒あたりのクエリの数というのはもっと高いということがこの図からも分かります。あといくつかパフォーマンスを改善するためにやったことがあります。そのうちの一つがパラレルクエリーです。並列クエリーです。これおよそ1年前にリリースされました。何をしてくれるかというと、ストレージノード、大きなストレージレイヤー、オーロラのストレージレイヤーを活用してクエリのスピードアップを図っています。オーロラストレージにはたくさんの CPU があります。何千という CPU が入っていて、でこれがディスクからリードライトを行ってくれています。データを格納するためです。ストレージノードが時にキャパシティで使ってないところがあります。使ってないキャパシティがあります。ある一定のタイプのクエリをかけると MySQL サーバーが、まあ、実際のデータベースインスタンスがこの作業の
一部をストレージノードに押し下げてくれます。そうするとこのストレージノードを活用して処理をさせるわけです。つまりデータに近いところで処理が入るということになります。ストレージノードというのはディスクの上にあります。ということでデータをディスクから読み取ってそして少量のデータをデータベースに送るということによってネットワークのトラフィックを減らすことができます。そしてプロセスあるいはデータベースインスタンスからこの処理をオフロードすることができます。これによってかなり加速化が進むことがあります。並列クエリで非常に加速化が進む場合もあればそうでない場合もあります。ネットフリックスの例をお話ししていきたいと思います。お客様の一社ネットフリックスなんですがこのパラレルクエリをお使いになりました。で何をしたかというといくつかのクエリ、全体で22やったんですがそのうちのいくつのクエリがこのパラレルクエリのメリットを享受できているのかということを確認してみました。22のクエリのうちもちろんそれぞれが加速の度合いは違っています。左側を見ていただけますとどれだけ速くなったのかというのが左の軸になっています。パラレルクエリを使ってどれくらい速くなったのか20倍なのか40倍なのか60倍なのかという形です。 1X というふうになってますとこれは要するにこれまでと変わらないということです。クエリの中にはとっても加速化したものがあります。120倍になったというものまであります。ということでこの22のクエリのうち8つは10倍以上速くなったという結果が出ました。これは簡単に皆さんのデータベースでオンにしていただくことができます。皆さんがインスタンスを作るときに選べばいいわけです。ぜひこれいくつかのクエリで試してどれぐらいこれで加速化できるのかということを見てみてください。このフィーチャーをぜひオンにしてトライしていただきたいと思います。 Okay. One other thing. もう一つパフォーマンスについてご紹介したいと思いますがロックマネジメントです。データベースを使っていただいているのであればご存知かと思いますけれどもデータベースにおいてはテーブルですとかリソースをロックして多くのトランザクションを同時に書き込めるようにあるいは読み取れるようにしなければなりません。通常の MySQL データベースであればこのロックマネージャーに関して課題があります。時にはロックアンロックという形で操作を行いたい場合に他のロックが処理されないと進まないという時があります。中には関係のないロックであってもマッチが求められるわけで、このようなロックチェーンというものが複数存在して、大きなロック、錠が左側にも出ております。この一つの大きなロックが全ての他のロックをロックしてしまうと他のオペレーションができないということであります。データベースとしては待たなければならないトランザクションがもちろん大幅に遅れます。そこで一つの影響としてはデッドロックを探すということであります。デッドロックつまり一つのトランザクションが他のトランザクションで待ちぼうけを送っての状態にある。そしてまた逆もなりということでお互い待ちの状態になってしまっているわけです。ですからこういったデッドロック状況をいち早く検出しなければならないわけです。そして検出した時には一つのトランザクションをまずフェイルさせると。でただ MySQL であれば大きなグローバルロックが一つということになりますとなかなか見つからないわけです。一方でオーロラロックマネージャーこちらは一つ一つの行がそれぞれ管理されております。複数スキャナーが設けられているわけなんですけれどもそれぞれのロック状況というものがそれぞれに管理されております。ということでロックが並列で行うことができるという仕組みになっています。さて2枚ほどスライドを飛ばしていただいて時間の関係もありますので割愛させていただきますが次のセクション可用性についてお話をさせていただきます。十分時間を取っていきたいと思います。さてこのオーロラデータベースの可用性管理性に関してです。まずクラッシュからの回復
クラッシュリカバリーです。従来のデータベースが左側に出ております。従来の MySQL データベースであれば、データベースは継続的にストレージに書き込みます。そしてチェックポイントを生成します。で、これはほとんどのデータベースにおいて見られる仕組みです。だいたい5分ごとにチェックポイントが生成されます。そしてデータベースにログが書き込まれて、5分ごとにチェックポイントが生成される。そして回復したい、つまりクラッシュがあって回復したいといった場合には、その最後のチェックポイントまで戻って、そしてすべてのログ最後のチェックポイントからのログを適用するということになります。数分間、もっとかかる時もあるでしょう。時には1時間ぐらい待ってようやく落とされてしまったログ、いわゆる最近の最も最新のチェックポイントからのログを適用する必要があります。でも右側オーロラです。我々チェックポイントという概念がありません。ストレージというのはロックとページがあります。で、このストレージレイヤーがオーロラにありますので、ログをデータベースから受け取ります。そしてそれをストレージに書き込みます。そして背景でページが生成されていくわけなんですけれども、ログから生成してそれを常時行っております。で、これをデータベースから読み取っている時でも行われます。ですから読み取っている時に、まだ準備ができていないページがあった場合には、ページが生成されてデータベースに送るという流れになります。クラッシュがあったとしても、オーロラデータベースがやることは求めているページを読み取ると、そしてまだページになっていないログがあった場合には、リードのオペレーションをやったときにページが生成されて、それがデータベースに提供されていきます。これはストレージ側が行ってくれます。オーロラデータベースのストレージ側が司っておりますので、チェックポイントは必要ないということになります。ですから回復がすぐなんです。リカバリーは例えば5分ごとのチェックポイントに戻ってログを適用する必要がなくなります。ですからこそリカバリーが、オーロラは通常の MySQL Postgres のデータベースに比べて運転に早いわけです。次の例、機能ですけれども、今朝方発表されたばかりの機能です。ということで、皆さん本日参加されている方というのは、世界でも初めてこのクラスターキャッシュマネジメントを聞くことになるということになります。こちらはオーロラのポスグレ版で提供が開始されました。こちらもさらにクラッシュがあった場合に、あるいはフェールオーバーの場合に早くリカバリーできるものです。通常データベースの中での動きですが、クラッシュがあった、そしてフェールオーバーをしたい、その際には2つのことを行って、新たにデータベースを立ち上げるわけです。まずデータベースを立ち上げる、起動させるということで、ここで32秒かかってデータベース、新たなものを起動しております。ここではある実験を行いました。フェールオーバー、赤い線が出ておりますね。フェールオーバーの例なんですけれども、リードレプリカが引き継ぐ、いわゆる古いクラッシュしたデータベースからどのぐらいかかって引き継いだのかということなんですけれども、まずデータベースの起動に32秒、そしてその後340秒をかけてキャッシュのウォームアップを行いました。データベースにおいてはキャッシュがあります。データベースサーバーのメモリの中に入っております。そこの中にページがあって、ストレージから読み取ったものがページに入っているわけです。データベースのフルパフォーマンスが得られるには、キャッシュが完全にウォームアップされないといかないわけです。ということで、このキャッシュのウォームアップが340秒かけてフェールオーバーから確かだったわけです。そこでクラスターキャッシュマネジメントですが、このリードレプリカを使ってマスターのインスタンス、こちら中央に出ております。こちらを継続的に、そのリードレプリカをそのキャッシュの読み取りの中で継続的に行ってほしいというわけです。色で表示されておりますけれども、必ずマスターのインスタンスがデータをアップデートをキャッシュの中でやっていきます。読み取りの場合もそうなんですけれども、即時にリードレプリカ右側にあります、その変更に関して通知をいきます。リードレプリカはキャッシュを全く同じデータで埋めていくという流れになります。必ずマスター、このリードレプリカ
というのは、まあ、ほぼ同じキャッシュを持ち合わせているということになります。そしてさらにリードレプリカを追加で持つことができます。左側、先ほど申し上げました最大15です。全く同じなければならないわけではないんですけれども、いずれにしましても右側は全く同じキャッシュに保存しようとしております。フェールオーバーをするときにはリードレプリカが右側にあって、全く同じキャッシュで、メモリの中にありますので、マスターデータベースの中のそのキャッシュと全く同じものを持って いつでもフェイルオーバーで引き継ぐことができるわけです。先ほど赤ですね、先ほどの表示と同じになりますけれども、青を注目していただきたいと思います。32秒後、まあ、ほぼ同じパフォーマンス、いわゆるクラッシュの前、フェイルオーバーの前と同じパフォーマンスが得られております。ウォームアップされたキャッシュというものが常に用意されているからです。まあ、ほぼ同時期に同じ情報を持っておりますので、32秒後、340秒もかからず32秒後で、すぐに引き継ぐことができます。ということで、もうすでにオーロラポスグレ版を使っていらっしゃる場合には試しいただきたいと思います。さて、あと2つほどご説明させていただきたいと思います。まず1つ目がバックトラックです。このバックトラックというのは、これも回復復元、失礼しました、リカバリーの方法でありますけれども、何かミスをした場合にまた元のところに立ち戻りたい、ということで、その時点に、まあ、データベースを戻すということです。テーブルをドロップしてしまった、あるいは何か、まあ、本来するべきでない操作をしてしまったということで、データベースのかつての状況に戻りたいという場合です。遡るということになります。その際にオーロラがどれだけの履歴をキープしてほしいのか定義をして、そしてその履歴の中で、戻るということになります。数秒で、その瞬間に戻ることができます。大抵、まあ、72時間ぐらい保存しておいて、その過去72時間の間でどこでも戻れる状態にしているのが一般的かもしれません。Have to skip. ちょっと時間がありませんので、いくつか飛ばしていきたいと思います。2つ目お話ししたかったのはファーストデータベースクローニングです。この高速データベースクローニングはコピーをデータベースに関して非常に短時間で作ってくれるものです。何をしてくれるかというと、データベース全部をコピーするのではなくてクローンを作ってくれます。ポインターで既存のストレージにポインターを設定することによってです。非常に簡単にではありますけども、ちょっと説明したいと思います。まず最初のローですけれども、プライマリーストレージ、2つ目がそのストレージのクローンです。一連のポインターが設定されております。元々のストレージにポインターセットされています。このクローンは非常に高速に生されます。ポインターしかないからです。すいません、他にもカバーしたかったことあるんですけれども、少し時間がないようです。いくつかスライド飛ばしていきます。ぜひ AWS の人間を捕まえていただいて、質問があれば質問してください。我々データベースを、まあ、社内でも実は移行しておりまして、まあ、ようやく3月に終わったんですけれども、フルフィルメントセンター、すべての Amazon の、まあ、ものを、皆さんに向けて送るところなんですが、オラクルから Amazon オーロラに3月ようやくすべて移行しました。これによって我々非常にスケーラブルなデータベースであるということで、 Amazon のサイズでもオーロラは対応できます。以上です。あと皆さんからのフィードバックもお待ちしております。こちら皆さんのスマホから QR コードからご回答ください。ありがとうございました。